ピカソではない。ピカソっぽくない。3、はい、クレマグです。おはようございます。プラナです。チャです。アサリメです。はい、というわけで今日は、はい、プラザで1万円分でーす。プラザは、なんだろうね、結構大きな商業施設とかに入ってるあのお店なんですけど、多分ね、駅前のなんかビルとかによく入ってますね。はい、はい、というわけで今回は1万円分買ったので紹介していきたいと思います。はい、それでは行きましょう。せーの、バイバイ。いいの、せーので、じゃじゃーん。こちらクリオアイシャドウパレットです。クリオキラキラだよね。エアがクリオ使ってて、うちも使う。そう。おー、すごい、かわいい。こんな色で、かわいい、かわいい、ユスユス。結構ピンクブラウン系の配色になってます。かわいい。これ、え、これ結構ギラギラ入ってんじゃん。そう、ラメもいっぱい入って、なんか新色って書いてあった。へぇ、04番。かわいいね。かわいいでしょ。はい、私はこちら、かわいい、これお菓子です。かわいい。美味しいよ、オリジナル。もう塩、塩だ、塩、あの、オーソドックスな、シンプル、シンプル。エアちゃん、ナチョス、ナチョス、エアちゃん、ナチョス、エアちゃん、ナチョスだから、ナチョディップサルサ、サルサ。なんかこれはエアがよく食べてる気がして、うん、うん、でも美味しそうだなと思って、美味しそう、買いました。こちら、皆さん、こちらポテトチップスかと思いきや、こういうものを止めるやつです。クリップ、あー、かわいくね。こうやって、意外とあのバネ強いから、あれみたい、あの、あれ、あれ、ディズニーのアヒルの足。あー、あ、足なの。そうそうそう、ドナルド、ドナルドの口ばやしじゃなくて足なの。ドナルドのドナルドのドナルドのキッチンも可愛くできます。まあ、こんな風に使っていただいても、まあ、使い方は自由、人それぞれなんで。コスメ系といきましょうか。こちら、エクセルです。エクセルのですね、はい、ちゃんと紹介。スキニーリッチシャドウ、スムースマット、リップスティック、リップカラー、ラット。あ、なんか聞いたことある。私、口紅欲しくて今、自分に合う口紅探し中。これ、え、パッケージも可愛い。こういう色で、何してる。あ、すごい。あ、全然見えない。こんな感じです。なんかちょっとオレンジっぽいよ。エアっぽい。パッケージがすごい可愛い。匂いは？に、あ、無臭。すごいね。うん。あ、鼻に塗ってるよ。あー。はい、以上、こちらでございます。次、一斉ので、じゃじゃーん。レブロンの角質ケアのやつ、スクラブが入ってる。スクラブ欲しいって思ってた。そう、唇はやっぱね、うんうん、うん、ツルツルにしないと。常に、うん、誰と中するか分かんないですもんね。そう、お前が言う、中するかもしれない。そう、お前が言うの、お前は言え。そう、お前は言え、言うとこと言え、お前は言うの。メイが、ほんと絵は1個言っていい。うん、いいよ。メイ、下ネタ担当じゃないから。あ、やっぱキャラ的にうちらはそういうの似合ってないんです。思わずそう、皆さん、実はこの2人が一番言ってるんです。最悪じゃない。いや、いやいや、やってます。こちら、なんでしょう。これね、めっちゃパッケージがおしゃれだなと思って買ったんです。うわー、すごい、おしゃん。変なの。おしゃれ。じゃこれおしゃれって、おしゃれって変じゃない。ピカソみたい、こんな感じで。エアスピカ、かわいい、かわいい。これピカソ、ピカソではない。ピカソっぽくない？すごい、かわいい。かわいいでしょ。はい、私はこちら、ミネラルウォーター。見たらわかる、体に悪いやつやん。え、違うよ、これ中が、は普通の水、そう、ミネラルウォーター。そう、外観がすごい可愛くて、1人1本で、ありがとう、ありがとう。120円ぐらいかな。かわいい。こういうのってもったいないと飲めないよね。次、私はこれ、メディエルです。そう、これお米パックです。そう、なんかこれ前使った時に結構よくって、これは塗るタイプなんだね。そう、レアちゃん、え、なになに、え、あ、そういうこと、そういうことか。ありがとう、ありがとう。いや、メディヒル、うちらもね、最近使ってて本当にいいなと思ってて、見てください、3枚入りです。メディヒル、ありがとう。みんな高く、え、嬉しい、払う。入ってない、え、入ってない、入ってない。じゃあ、あげようか。あ、ありがとう。待って、お茶漬けの匂いしたよ。しねえよ。いっせーので、じゃじゃ
しょう。でれれれれれれ。アロンアルファ。グリッターアイシャドウとかに使うやつです。可愛い。あの涙袋に使うラメが欲しくて、あと僕のここ目ぶたの。目ぶた。目ぶた。透明感あるカラーを選びました。可愛い。美味しそう。ハイチュウでね。やったー。こっちが、あやったー、チムタム、キムタム、キムタムでーす。せーの、キムタム。やったー。キムタムはよ、あの、アサミが好きって言ってるからあげる。え、ありがとう。これはオリジナルチョコ味を買う。嬉しい。で、エアちゃんはグミとかアメ好きなので、やったー。ありがとう。これはアイシャドウ。ちげーよ。これはアイライナー。アイラインです。アイラインです。第1位って書いてあったのと、初めて使います。こちらピュアな抜け感ブラウン。いつも私はブラウン使ってます。次、これサクッといって感じですね。あーね、それ目も可愛いと思った。ね、なんか、これすっごいギランギランしてて、こんな感じ。こんな感じ。これこそノリです。なんかキラキラが好きな人はこれいいかもしれないですね。次いきます。いっせーので、ででーん。どうぞ。これはウズのアイライナー。ウズ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 しちゃう。あ、ん、あ、映画かと思った。あの、マジでウズのアイラインが一番描きやすい。いや、ラブライナーが描きやすい。いや、ウズ。いや、ラブライナー。いや、これヌテラ。はい、私はこちらです。ででーん。なにそれ。こっちはケチャップですね。うち、この形のケチャップめっちゃ好きで、で、この形を今やつ探してて、まあ、確かに毎回盗んでる。おい、スヌーピーのピーナッツというか。これは、スヌーピーが多分書いてあるだけですね。本当はこれはケチャップと、あとこの形の、あのマスタードが私は大好きです。これはもう普通にただただ欲しかった。何これ。ホットアイラッシュカーラー。ラファーファの撮影でよく自分でまつげとかをやるんだけど、その時にこうホットカーラーでやるとすごい持ちがいいのね。だからずっと欲しくて、ちょっと軽いやつ 15g、だからバッグとかポーチに入れてもかさばらない。普通のやつは結構長いの。こういう充電式でできるやつだから持ち運びにもいいかなと。一斉ので 2, 一斉ので 3, 一斉ので 2, 一斉ので 3, お前ずっと分かってた。スクワッシー、ラズベリー&ミルク風味。そう、あとヌテラ&ゴーで、レッツゴー。レッツゴー。そうそうそう。次。いや、もうねえぞ。いいですか。はい。何。いっせーので、こちらでーす。かわいい。あの、髪の毛縛るとき普通のゴムで縛るのもいいんだけどさ、ちょっとお団子とかしてもこういうのあるだけでめちゃくちゃ可愛いから、このセット折りがマジ大好き。これは2個ずつついてるんで、ツインテールとか したり、普通にお下げしてこれつけるだけでも普通のお下げが可愛くなります。これもポニーテールとかで軽く縛るときでもこういうの。あ、これもちょっと細めのやつ。これは何個も持ってるんですけど、すぐなくすのね。うん。だからこういういっぱいついてるのあると嬉しい。あとこれは、ちょっと ちっちゃいクリップです。髪用？そう、髪の毛用で、例えば、普通にこう前髪上げるだけに使ってもいいし、ふわふわにして、三つ編みして、そこのこういうところにこうちょこちょこちょこってつけて、テーマパークとか行くときにおすすめです。で、帰り何もついてないでしょ。せーの、でねー、ビッグチョコ。卵のやつ。そう。で、これは3個ずつ入ってて。え、キャラは何か分かんないの？こっちはトイストーリー系です。で、こっちはツムツム。めちゃくちゃツムツムにハマってまして、これを見た瞬間私はこれを買うしかないと思って。これ1個に、1箱に3個入ってます。3個入ってます。じゃあうちツムツム開けますね。じゃあ狙いはアメイ、この犬がいい。犬？スリンキー？そうそう。エアはこっちだったらフォーキーがいいな。テレレレテレン。オープン。あ、マリーちゃんだ。え、かわいい。マリーちゃんゲット。あ、ブルゾン。え、ブルゾン。馬でした。あー、レックス。あ、レックス。かわいい。2個目。あ、マイク。マイク
スワロスキーなんだっけ。かわいい。ラスト。あー、バニー、嬉しい。え、かわいい。欲しかったやつです。アゲルーラ。あ、ハム。犬。お、スリージー。最後まで開けてもいい？うん、どうぞ。狙いは？いや、それロッツォでしょ。見ちゃうじゃん。リトルグリーンメン。いいよ、開けて。せーの、デデーン。ハム。せーの、デデーン。はい。推し出なかった人。でもなんかいっぱいいると可愛い。可愛い。つむつむです。私は引き続き買い続けて、ロッツォとベイマックスが出るまで買い続けたいと思います。はい。でもし買って出た方、あの誕生日あたりに送ってくれればプレゼント OK なんで。というわけで、こんなごちゃごちゃしていますけれども、はい、いや結構ね、あのプラザは他にうち欲しいのいっぱいあったの。あのお手紙セットとか、あーあった、シールとか、ほんとマジ可愛いのいっぱいあるから、結構誕生日前とか普通にバースデーカードだけでも可愛いし、結構買いに行ったりします。あ、話報告でございます。ですので、ぜひ皆さんお近くのプラザに行って、同じもの買ってくれたらなって思います。はい、はい、以上だよ。以上です。プラザありがとうございます。これいらないんですか？私があげた水は。水、うん、水いるよ。いらないんですか？私飲み終わったんですけど、いらないんですか？いります、います。